こんばんは、七橋です。こんばんは、ゆずきゆうやです。はい、今日の曲は憧れてもいいともいらんよ。今日はじゃあ、はいはい、いろいろ聞いていきたいと思うんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ホストを始めた理由きっかけみたいな。まあ、きっかけですね。ああ、はいはいはい。もともと僕地元が群馬県ってところで、はい、まあ、あのバイクでちょっとこう遊びすぎてしまって、うん、逮捕されたんですよね。はいはい。で、逮捕されて、はい、出てきて通知が来るんですよ、その免許の件に関して、はい、はいはい。ならもうマイナス50点と、はい、50点っていうと結構な点数じゃないですか。あれ50点信号無視とかで2点とかなんかな、うん、の50点ですよ、はい、で、一気に免許5年伸びなんですよ、はい、18から。で、さすがに群馬ってクソ田舎なんで5年間免許ないってもう終わったな人生って思ったんですよね、その時。はいはい。どうしよう、あ、東京行こう、はい、東京だったら車いらないじゃないですかそう、それで、あ、東京行こうって出てきたんですよね。それがまずきっかけです。はい。ほんで、遊ぶじゃないですか。はいはい。ほんなら声かけられて、君ホストどうみたいな言われて、いやいや、ホストなんて当時ですよ、キモいじゃんと。髪の毛長いし、はい、女みてえだし、はい、気持ち悪いじゃん、はい、行かねえわだったんですけど、1万円くれるって言われたんですよ、体験入店で。体験1万。へぇー。18歳の時。はいはい。え、1万円で、はい、行きますっつって行ったきっかけです、はい。で、行ってみたら、で、入ってみて、そんなのもバーって偉い人が来るじゃないですか、はい、で、君は売れるよ売れるよって、はい、まあ、お決まりの文句を言ってくるわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、純粋なんで、はい、入りますがきっかけです。じゃあマイナス50点なかったら入ってなかった。入ってなかったですね。多分今頃群馬でまだ屋根やってましたマイナス50点って逆に何事なんやろ。共同危険行為っていうのがあるんですね。暴走、暴走行為ですね。暴走、そう、それが2件2件です。25、25の2件で50点だったんです。え、25、25なんですか。そうです。嘘つかれて、その時その県警に、はい、県警って言って言い方悪いですけど、まあまあ、県警に、県警の方に、1件認めたら1件は流すよって言ってくれたんですよ。はいはいはい。信じちゃったんですよ、はい、じゃあ認めますと、はい、そんな出てきたら50点だったんですよ、お前嘘つけよと何が1件で見逃してくれるんよってがきっかけです。僕ふと思ったんですけど、地元、はい、兵庫なんですよね。はいはいはい。兵庫の神戸の方やったんで、はい、めっちゃ悪いんですよ。あー、はいはいはい、はい、超悪くてヤンキーばっかりで、暴走族のチーム名が、はい、10代の夢を乗せて走る夜って書いて、はい、トム・ソーヤみたいな。おーおーおー、ロマンチックな感じなんですねトム・ソーヤ、まあ、ホストを始めて、まあ、最高売り上げ、そしてまあまあこれは皆さんに聞いてるんですけど、一番高い買い物。あー、はいはいはい。僕最高売り上げは全然大したことないんですけど、1800が最高売り上げで、はいはい、一番高いのは車ですかね、最近で言ったら。あ、車買ったんすかね。そうですね、去年のちょうど1年前ぐらいかな、はい、買って、それ1100で買ったのが一番高い買い物かな。何買ったんすか。ベンツの S450。 あ、450買ったんすか。はい。逆に45いったの。なんかそこが一番いいって言われたんですよ、その店員さんに。店員さんになんかハイブリッドみたいな、そのエンジン、電気のモーターハイブリッドで、今のメルセデスの技術を集約したのが450って言われたんで、うん、じゃあそれでって買いました。で、もともとカイエンと迷ってて、うん、で、両方1000万ぐらいだったからどっちでもいいやと思ってたんですけど、あとベンツの方がかっこいいのかなと思って買ったんですよ。キャッシュですか。でも今、めっちゃ後悔してます。なんですか。セダン好き嫌いなんですよ、僕もともと。え、セダン嫌いなんですか、片津は。なんか、かっこいいじゃないですか。まあまあまあ、まあ、僕も一発目セダン行ったんで、はい、なんとも言えないです。だから次はもう、大きいの買おうかなと思ってますね。だからカイエンとかそっち、はい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 、か、ゲレンデ移行しようかなと思ってます。もう買ったばっかりだもん。そうですね、1年前ぐらいですね。もう売りたいですめっちゃミスったなと思って、うん、1個前の方買っとけば5、600で買えるんですよ。はいはいはい。でもちょっとダサいなと思っちゃったんで買っちゃったんですよ。なんなんやろな、それもったいねえなと思ったっす。なんかそんなんも聞くじゃないですか、はいはい、今聞きながら僕は意外とクロムハート好きなんで、はいはいはい、クロムハート好きだと思って、はいはいはい、そっちの方ばっかり確かにクロムのまみですね。ベンツの45はどうでもいいけどクロムなんかね、クロマハーツでペーパーチェーンをつけてる、はい、ペーパーチェーンって言うんですけど、ああこれです、ね、ペーパーチェーンをつけてるとペーパーチェーンの絆みたいになりません。あ、お互いに同じ。あんまいなくないですか。あんまいないんですよ。僕あんま見たことないんですよ。俺もあんまないんですよだから絆が僕わかんないですいや、あんま見たことないから、はい、たまに見るとあー、確かにそれはわかるです。クロマハーツの中でいろいろチェーンあるじゃないですか。はいはい。なんかこう丸の、あー、ツイストチェーンみたいなやつですね。ツイストとか、はいはい、こうロールチェーンとか、はい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 、いろいろこうチェーンがあるのに、やたらとこのペーパーチェーンだけはバカ高いんですよ。高いっすね。200手前ぐらい。200ぐらいですね。180、90ぐらいじゃないですかね、そうそうそう、多分。
ペーパーチェンダー、おーペーパーチェンダーと思ってなかなか被んないで、いやあんま見ないですよね。見ないです、いないですね。ホストでペーパーチェーンつけてる子は、まあまあまあ、まあ、あんまりいないんですけど、まあ、結構しっかりクロムハーツっていうものを分かってるなと思うんですよ。確かに確かに。逆にホスト以外でペーパーチェーンつけてるやつはもう反射する。うん、間違いないですそれは間違いなくそっちっすね確実にまあ安定ですよ、まあ、安定なんで、これが安定です。安定なんで、はい、クロムハーツ最高。はい、ありがとうございますまあでも1800って時は何歳ですか？23の時ですね。では23なんで、今が4年前の時のバースデーが1800最高ですね。はい、KG グループさんっていうのはあんまり分かってないんで、はいはい、どういう感じでそのホストっていうか歴史というか、歴史、まあ、自分の歴史というか、まあ、はいはいはい、この時は良かったよ、でこの時はめっちゃプレイした、で23の時にこの時売りました、それ以外の時はこれぐらいの売り上げをキープしてました、で今はこういう感じですみたいな。なんか僕ずっともう20歳に入ったその KG に移籍してきて、はいはい、そこからちょっと経って承継、まあ、300は切るなっていう教えがあったんで、はい、まあ、300以上をずっと上げ続けながらのあれだったんで、逆にそのわけわからんですね、毎月1000万とか売ってる子たちがすごすぎんって思うんです。確かに僕もう無理でした、どんなに頑張っても、逆にいいなーって思うんです、そんなに売ってて。いいなーしかないですよねすごいなーしかないですね。俺はでもいい、その現役最後の時に1000万目交換をずっとってたんですけど、はい、めっちゃしんどいです。いや、それがマジですごいです。なんかね、その1000万売ってた時の売りかけ回収、はい、はいはいはい、あー、まあそれはでもあるあるじゃないですか、はい、この売りかけなんだっつうのは。そう、僕逆にそれが怖かったというか、はい、攻めきれなくて、はい、だったらもう本当に綺麗に売ろうみたいな、はい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 、あ、そんな感じなんですか？そうなんですよ、だから僕1億も売ったことないんですよ。マックス8000ぐらいで、で8000、まあ、6、7、8000ぐらいをずっと6年間売り続けててみたいな感じで、ほんと密集をしないみたいなタイプだったんで、いいなと思います。1億の証拠欲しいっすもん。逆にですか？でも多分僕売れないっすね。へー、建て替えとか密集が漏れるってなったらいいやってなっちゃうんですよ。だったら俺もう現金が欲しいってタイプなんで。あー、まあ普通ですけどね。もうでも結構今の壁と違うじゃないですか、その称号のために頑張ること結構多いじゃないですか、うん、その1000万記録だったりとか、まあ、1億だ2億だって、で実際蓋を開けてみたら、いや手持ちありませんみたいな子が多いから、どっちかっすよね。それもそれいいと思うんですよ、ホストで生きていく中では、うん、でも僕はホストで目立つよりかはその先にすごくことしたいなと思ってるんで、攻めきれなかったですね。この動画を見た人が急にね、ペーパーチェーンを買いですか、ね、可能性ありますね金持ってへんって言われるのに、ペーパーチェーン買うか確かにそれはあるかもしれない。その可能性はあるかもしれないな、はいはい、あ、好きな女のタイプですね。女のタイプ、やっぱ金使う子じゃないですか、基本は。おー、めちゃくちゃホストですね。うん、やっぱそこですね。僕、どんなに可愛くても、はい、店に来ない子とそこまで深く関わりたくないんですよ。好きになる子は絶対店に来る子っすっていうタイプの感じですね、僕は。ホストクラブで働いてるわけじゃないですか、はいはい、まあ、それはどういう役職とかどういう立場かを覚えといて、はいはい、それをまず締めもしないのに付き合えるって思ってる神経よくわかんない、はい、あ、もちろんそうっす、それめっちゃ思うっすね、僕も。まずは、なんかそのずっと支えとは言わへんし、もちろんずっと金使えとは言わへんけど、一番初めこう出会った時にホストっていう仕事を理解してお金使ってくれない子が、お前何を理由に彼女になるで、それをお金使ってる子の方が優先順位上だよ、はいはいはい、それはもう好きになる度合いで言ったら上になる決まってるやん、はい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 、もちろんそうですね。だから僕はもうそこですね、付き合いたかったら店来いよしかないですね。何ヶ月ですか？いや、細かいなそこまで気にしたことないな。何ヶ月かな、それ。じゃあ2ヶ月です。あ、2ヶ月短みたいな週4でいいですか？週5でいきましょうか。あ、週5で、2ヶ月週5で、うん、そんならやっと付き合えるあれになるかなと。ああ、ステージに、ね、ステージに。そっからまた選別入りますよ。まあまあまあ、そうそう、まあとりあえず、立てよ。2ヶ月週5、はい、まあでもまあ1回会議5万として25ですね。そうですね、25で言ったら、まあ月で言ったら120ちょいぐらい、120ぐらい、120ぐらい、まあ月120万で、まあお付き合いできる土俵に、土俵には立てですね。2ヶ月だから、はい、まあ250なんで、はいはい、あれ余裕だな。いけるな。すぐいけるな。すぐいけたな。キレるな。はい。思う。ホストとは。ホストとは。これみんなに聞いてるんですか。わかんな。何ホストとは。はい。これ、まあ、いつも聞いてるっていうの。ああ、はい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 。と思うんですけど、これ聞かなきゃと思って。ああ、もう自分次第じゃないですか。その子次第じゃないですか。
ホストとはっていうよりかは、まあ、一言で言ったら事務所で、はい、部がこうじゃないよりかは、はい、多分個人個人考えること違うと思うんで、はい、多分自分次第でどのようにも考えられる仕事じゃないですかね。はいはい、はい、自分次第、なんとでもなる。あ、素晴らしい仕事やな。いや、俺思うんですよ。いや、間違いないですね。え、本当にこう、みんなこのどこの時期なんで、はい、いろいろ大変じゃないですか。はい、もう仕事がなくてとか、はいはい、まあ、自粛とか言われてる中で、はいはい、ホストクラブってこんなに楽しくて、確かに毎日遊べて、まあ、当然死んだこともいっぱいあるけど、はい、お金を得れるじゃないですか。はいはいはい、なんでやんないの。あ、もっと大学生とか、うんうん、もっともっともっと環境に来ればいいのになって。はいはいはい、はい、確かに確かに、間違いないですね。でやっぱ大学まで行ってる子って安定を望むんじゃないですか。僕みたいな中卒だからこそ何でも行けちゃうじゃんみたいな、はい、だと思うんです。大学生までなってホストを選ぶって結構の勇気いりません？だってもう進路もある程度決まってるはずなのに、はいはい、で僕みたいな中卒だったらもう何もないんですよ、はいはい、やるしかねえみたいな。だから逆に難しいのかなと思うんです、大学生からホストにみたいになるのは。一回やってほしいですよ、はい、もちろん。なんかその変なイメージじゃなくて、はいはいはい、昔みたいな怖いイメージだったホストないんで、はい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 、ナイブルとか、はいはいはい、ね、お酒飲ませまくるとか、はい、そうですね。だから一旦なんかみんな見てる子たちが、うんうんうん、一旦経験してほしい、はい、職場体験的な感じのラフな感じでいいっすよね。全然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 、入り口はもう全然やってみて合わなかったら、はいはいはい、やめればいいじゃん。うんうんうん、間違いないです。楽しかった。1ヶ月続けてみたら、はい、1ヶ月続けてみて、もし売上高がちょっと上がった時にはもう3ヶ月続けてみなよ、うんうん、半年続けてみなよ、1年続けてみなよ、うん、その時に結果がなかったら俺はいくらでもね、うんうん、相談なんか乗るんですけど、はいはいはい、出ちゃって話が1回どうする。もう離れられなくなっちゃう。もう一生それ一生それ間違いない。でもそんな若者が俺は増えてほしいなって。間違いないですね、それは僕もめちゃめちゃ思うっす、ね、本当にグループは違うんですけど、はい、いろんなこうね、グループさんある中で、はいはい、もっと若者のホスト君たちが増えてほしいな、はい、そうですね、間違いないですね。僕みたいなやつらでもこんなにできるんだよっていうことを知ってほしいなって思うっす。ご飯に困ることないですもんね。ないっす、ないっす。困るものがまずないっす。基本ね、働いてお金に困ることはまずないっす、まあまあ、まずないっすよね。まずないっす。夢を持ってほしいですね、これを見てる若者には。価値観を共有したい。うん、自分一人でお金持ちになっても仕方ない。あ、めっちゃ分かるっす、それ。仲間を増やしたいっすよ、ね、うん、で、金持ちの仲間を増やしたいっすよね、はい、それで遊びたいっすね、みんなで、ね、そんな感じで次の質問いきます。はい、はい、カイドウ会長とはこれ、まあ、どこまでこれで、ね、P 入れずに使えるのかないですけど。いや、でも P が入るほどのね、あれはないですけど、単純にもうすごいなしかないっすね。難しいっす、とはって言われても自分が言うのも変な話、頭もすごい切れる方だし、すごいなしか出てこないです。へえ。なんかむずいです。何がってやっても、なんかもう何がかも分かんないですね。はいはいはい。ちょっと次元が違うのかなっていう。まあ、次元は違いますよね。そう。でもその人たちが一各従業員と喋ってくれるっていう環境が、僕は KG のいいとこかなと思ってて、うん、例えば僕らみたいなもう役人となってたら喋ることあるじゃないですか。はい、でも、まだそうでもない子たちとも喋ってくれるんですよ。はいはいはい。それってないんじゃないかなって思うんですよね。現場周りしたりとか。会議に参加したりとか、あ、会議に出るんですか。出てくれたりする時もあるんですよ、うん、だからそこは結構近い距離でいてくれてるのかなっていうのは思いますね。じゃあ、アケショーとケイティのことを一言です。アケショーとケイティ、アケショーはちょっとスマブラしすぎだなっていう感じ、はい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 、ケイトはでも一時期ハーレムで一緒だったことがあるんで良かったなって思うしかないですね。プラス内定うまくいって、はい、このまま1000万売ったって聞いて、へー、ああ、良かったなーぐらいですね。次の、はい、友達みたいなの、そうですね、それも考えたんですけど、上半期、KG で一番売った黒崎レノっていう子がいるんですけども、紹介したいなと、はい、ハーレム総本店の子で、お兄ちゃんの講師、あー、化粧のプラチナのアキ講師の弟っすね、が上半期で1位取ったんで、まあ、良ければ紹介したいなと思うんですけども、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。へぇー、宗師の、宗師の弟っすね。へぇー、それじゃあ、例の紹介したいなと思います。ありがとうございます。はい、最後の質問いきます。はい、まあ、これからどういう風な展開をしていくのか。展開、あ、ちょうど今日2号店の内見に行ってきまして、はいはい、まあ、申し込みしたんですけども、なんでまあ今年中に2号店がまずオープン、まあ、私に通ればですね、はい、通って、で2号店がまず直近の目標というか、展開であって、もっと大きく言えば、まあ、一応区切力ですね、30までに4店舗ぐらい持っときたいなっていうのがあって、あと3年間あるんで、
そこで、まあ、4店舗持ってで各店に責任者作ってみんなで稼ぎてえなっていうのが一番でかいかなって感じですね。すごい、ね、そこも夢でしかないです、本当の目標で、はい、ただ近々で言うと2号店がもう確定したんで、でファースト今の僕が代表の店も1年半なんですよ今、はいはい、それで2号店も行けるってなったんでそこは良かったかなって思うんですね。会長からゴーサイン入れたんで、あの人も無理なことにゴーって言わないタイプの人なんで、まあそこは期待も込みでゴーって言ってもらえたんで、まあ、やりきろうっていう感じですね、今後の展開で言ったら。ああすごいな、もう2号店なんですね。2号店行きます。へえー、すごい勝負かけようと思って、本当はすごい大きい箱を1個つけたいなと思ってたんですけど、まあそれはまた次の目標にしてまずは展開をしていこうっていう、はい、なんかもっと行きそうですね。行きますかね。正直30までって言ったら3年あるんですよ、はい、年1開けても5店舗なんですよ。はい、そうですね。今2開けるって言ってた。はいはいはい、すげえなって思う。ここはちょっときついかなっていう、なんか謎のよくわからん日和ですね。4は行けるのに5はきついんだみたいな謎の日和。まあ3は行けるよ。そうそうそう、ちょっと大きくて4です。そうですね、5は無理ってなる。そうですね。実際まあ3、4かなっていうのが現実そうかなと思うんで、はい、すごい楽しみにしてます。そこやりたいなって思ってます僕は。はい、はい、まあさっきも喋ったんですけども、僕らがさっき言ったホストクラブに多く中で20代の子たちとかもっと集まってほしいし、まあ当然僕のグループもそうなんですけど、2号店が、オープンするらしいんで、本当になんか皆さん興味あったらいっぱい DM なりしてください、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。